スパートナーの宇都、ケイタとハン君とヒロト、はい、水上浮き輪耐久バトル、イエーイ。今回は海企画でございます。最高ギフが、で今回はね、タイトルの通り水上で浮き輪を使って耐久バトルをするんですけど、はい、今回さまざまな浮き輪買ってきたんで、まずそちらを紹介したいと思います。イエーイ。まず右からこちら、シャチ、シャチの特大の浮き輪、ゆうたくん、ゆうたくん。でこちらバイクの超巨大浮き輪、ディオ、ライブディオ。で次クジャク、超巨大クジャク、プーさん俺もそれ言おうとしてた。でラストがこのボート、最強すぎるこれは強すぎる。4つを使って今から海の上で耐久バトルをするんですけど、はい、まあ、耐久バトルなんで誰が一番海の上に入れるかという対決になっております。なるほどね。ただ浮き輪が転覆したり自分がぶっ倒れてしまったらその時点でアウトとなります。で浮き輪によって転覆していい回数が決められております。まあそうだよね。まあね、見ての通りね、もうボートが最強なんで、ボートは1回転覆したら終わりです。なるほど、なるほどね。それはね。で続いてこのクジャク、僕試乗したんですけど、こいつもやはり最強でした。ただ一つ弱点あって、波に弱いなるほどね。波が来たらすぐ転覆する。なるほどね。なのでこちら2回転覆したらアウトです。なるほど。続いてこちら超巨大バイク、意外とバランス取るのが難しかったんで、こちらは3回倒れたらアウトです。なるほど。3ね。最後よく見るやつこれ本当に一番難しいです。なんでこちらは4回転覆したらアウトです。なるほどね。今のを踏まえてそれぞれ浮き輪を決めてください。なるほど、なるほどね。じゃあまず浮き輪決めじゃんけんから。あ、そうやな、じゃんけんで決めなあかん。最初はグーじゃんけんほい。はい、いくでしょ。よし、それは最強のボートでしょ。うわ、ずるまあでも1回でも転覆したら終わりやから。まあ確かに、まあ、転覆しないから。僕はクジャクを選びたいところですが、波が怖い、3回欲しいバイクでございます。あなるほど。じゃあ俺と俺たちのじゃんけん、じゃんけんか。じゃんけんか、じゃんけんか。いや、やっぱ俺は、俺もクジャクを選びたいとこなんですけど、彼女のこちらゆうたくんにします4回押しても大丈夫なんで。じゃあ僕は余り物クジャクですけど、クジャク言ったら強いで。俺のバイクは強いって。いや、ゆうたくんも強いよ今回これだけじゃございません。それぞれ武器買ってきましたね。はい、買いました。じゃあその武器持ってきてください。はい、このような感じで今回は武器屋プラスそれぞれ武器買ってきてます。まあ水鉄砲ですね。じゃあそれぞれの武器紹介も入れておきますわ。はい、じゃあまず僕の武器、フォートナイトですか。フォートナイト、フォートナイトのロケットランチャー的な感じで、これがわあ強っ、強いって。こんな感じで僕の武器がこのロケットランチャー。なるほど。でございます。僕スプラトゥーンのライフル、スナイパーライフル、スナイパーライフル。あ、長いな。あ、ちょっと気持ちいい。じゃあ続いてワク、これアサルトライフルかな。フォートナイト、フォートナイトのこれも、これ一番高かったやつ。うん、行きます。強い、いた、強い、強くね、いた、え、いっちゃん強い、いっちゃん強い。僕これスプラトゥーンの小型の銃でもよく見てほしいのは威力がおしっこ終わりこれじゃ勝負ならねえよ。今回は自分の選択した浮き輪に乗りながらこの水鉄砲で敵攻撃していいです。なるほど、なるほど、ね、ボートやからといって転覆しないというあれはないです。3人でリンチしてやつを狙えば。やめてくれよお前。浮きをひっぺ返しに行ってもいいんで。なるほど、何しても OK です。一番最初に言った転覆回数さえ転覆しなければ勝ちという。なるほどね。このためにね、僕らも GoPro も買ったんで、はい、水上浮き輪耐久バトルやっていきましょうか。やれはい、ということで準備が整いました。よっしゃ。じゃあまずは試乗していきましょう。はい、じゃあまず乗れるかどうかやで。じゃあ俺がお手本見せるわ。見とけよ。はい、3、2、1。こらどうや。じゃあこれはどんどん乗っていきましょう。乗ります。きた、やばい、乗れる。あよいしょ。位置についてーイエーイ、スタートー。おらー、やばい、やばい、やばいって。あーあー、一回一回じゃん。くそー、あ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 ー、宇都先輩一回Oh, my God.
救急崩壊や。あー、オーケー、2回目やらー。さあどうなる、ボートとユウタちゃん不利があるぞ。ユウタすげえ、ユウタ戦ってる。いたー、はい、ハン君3回勝ったぞ。いいねえ、もう終わった、ハン君死んだよ。クジャク、クジャク狙ったぞ。クジャク狙おう。クジャク寝てるぞ。おっと、天幕を狙ってるぞ。ユータあかん、ユータあかん、ユータあかん。バリラック、マジで王者。ちょっとあいつどうする。ユウタ、さあ、でどうなる？どうなる？どうなる？ボムラーに乗るか？おっとおっとおっと！やばい！潜伏を狙ってる！やばい、これ強すぎ。待って、これイカれるな、体力。すげえ。あと、宇田先輩2回これ1。ヒロン1。あいつ倒せんのこれ。宇田ちゃんと俺で協力する。そうやな。おっとおっとうぅ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 。あ、水入ってる、めっちゃ水入ってる。お前は一人勝った。あ、危ない危ない危ない。あ、まあ、今度はこっちや。あ、やべえ、こりゃー、やべえ。おっとおっと、ゆうたくねー、こりゃー、どうなる、あー、どうなる、あー、最強ボード全部でしまっちゃう。もうクジャクは確実たる王者の風格を持ってるぞ。いや、こっちはね、なかなかの戦力を持ってるユウタにとってはさあ、いつでも来いよって感じかな。寝ながら攻撃できるんだよ。ちょっと水補給。うわ、ちょ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 、ユウタ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 、見よ、この最下位。ユウタユウタユウタ、水補給できる。宇田先輩、水補給間に合わない。よかった、大丈夫だ。ユウタが物理攻撃を受けています。ユウタ全部クジャク勝利、クジャクのクータ勝利。ボート強すぎ、ほんまにボート強いわ。もう物理的にひっくり返しながらあかんもん。もうで見て、じゃあこれできんねん。背もたれがあるんよね。ゴミ。第3位、まさかのボート。ユウタと戦ってたらね、まさかの大手、これダメだ。そして第2位、ユウタ。いや、頑張ってくれました、ユウタ。いや、こいつが2位になると思わなかった。いや、俺も不満だ。そして、流行る第1位、我がスクジャク。こいつ強すぎ。マジで、マジで。あの、なんてだって寝れんねん、こいつは。強いな、一生こいつ体幹と戦うのあかん。楽しかったね。いや、海はやっぱ楽しい。ってことで今回、まさかのボートが第3位という意外な結果で終わってしまいましたが、まだこれもね、何か別の形で浮き輪とかを使えたなと思います。海上生活でお会いしましょうよ。それではハン君、次回24時間海上生活でお会いしましょう。さようなら。これやね、これ、これでやね。バカ。海中になるわ。走り出したこの息吹を風に乗せて今動き出すよ。You're my only one.
か。